プライオリティリストレーニング、ドロップジャンプの練習方法についてご紹介します。まずプライオリティリストレーニングというのは、爆発的な力、つまりパワーを養うためのトレーニングです。ドロップジャンプというのは、台の上に登って、そこから小指ですぐジャンプ、バブにジャンプをする動作です。着地の時に床と足の接地時間をなるべく短くして真上にジャンプをします。この接地時間を短くジャンプをする動作を行うことで、スプリント能力や細かくて速い動きをするアジリティのトレーニングにつながります。台の上からジャンプして、接地時間を短く飛び上がる練習をする前に、その場で垂直跳びをできるだけ早く何回も行う練習を行ってみましょう。足を開いて、その状態で、真上にジャンプします。この時もなるべく床と足の接地時間を短く、トントントンとリズムよく行えるように練習してみましょう。これが完璧にできたら、台の上から飛び降りるドロップジャンプのトレーニングに挑戦してみましょう。